世界の西側諸国で南シナ海での航行の自由作戦が実施されているのはご存知でしょう。日本も海上自衛隊が航行の自由作戦を実施しています。では、どれくらい実施しているのか気になりませんか。今回は、日本、世界での航行の自由作戦を21年度版でまとめてみました。護衛艦もこんなに実施しているのかと、別世界を感じてしました。また、アメリカが最多で実施していますよね。南シナ海において、中国が不法に領有権を主張する人工島などの近くを航行する航行の自由作戦は、アメリカが提案し、西側各国が賛同して実施されているが、これまで日本は参加を表明したことはなかった。しかしながら、某新聞によると、複数の政府関係者からの話として、海上自衛隊の護衛艦が、2021年春頃から数回、南シナ海において、航行の自由作戦と、同様の活動を実施していたことが判明し、東シナ海での、尖閣諸島周辺などや日本近海における、中国海軍の軍事活動の活発化への対抗措置と見られている。政府関係者らが明らかにしたところによると、海上自衛隊による最初の航行の自由作戦が展開されたのは、2021年3月とされ、中国が領有権をめぐって、ベトナムやフィリピンと争っている南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙諸島から12から24海里、約22から44キロメートルの水域を護衛艦が航行したとしている。この水域は、中国が主張する領海の外側の接続水域にあたる部分になるが、中国の主張は認められず、国際法上の公海であるとして、航行を実施し、政府の国家安全保障会議を経て、当時の菅首相に報告されたとのことである。また、1921年8月にも違う護衛艦が、3月と同様に、スプラトリー諸島近海を航行したとされていて、いずれも海上自衛隊とアメリカなど他国海軍との共同訓練時や中東方面への派遣の際の往復時に実施されたという。この航行の自由作戦に参加したとみられる護衛艦は、3月は日米仏ベルギー共同訓練でアデン湾に派遣された有明か、南シナ海で1号共同訓練に参加したあけぼののいずれかあるいは両艦とも実施したとみられ、8月は西太平洋フィリピン海で実施された日米印号共同訓練マラバール2021フェーズ1講談に参加した加賀、村雨、白縫いとみられている。1958年に中国が九段線を根拠として自国領海であるとして、以来軍事活動を強化して進出を進めている南シナ海は、日本には中東からの石油資源を運ぶ海上交通路、シーレーンとして重要であり、またアメリカ軍にとってもアメリカ本土からあるいは横須賀の第7艦隊がインド洋や中東方面などに展開する際には必ず通過するルートである。その南シナ海において中国は2014年以降、スプラトリー諸島のスピ礁、ファイリークロス礁、クアテロン礁、ミスチーフ礁、ヒューズ礁、ジョンソン南礁、ガベン礁、エルダド礁の7つの岩礁の埋め立てを実行し、このうちファイリークロス礁、スビ礁、ミスチーフ礁には、滑走路、2000から3000M、や地対空ミサイルなどを格納しているとみられる開閉式屋での建築物が、多数確認されており、着々と軍事拠点化を進めている。スプラトリー諸島周辺は、大陸棚の工業場であるほか、石油、天然ガス資源が豊富であるとされ、中国の他にも、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、台湾が領有権を主張し、
ブルネイを除く5カ国が実効支配しているなど、東南アジアにおける火薬庫的な存在となっている。2016年にフィリピンが南シナ海における中国の主張や行動について、オランダのハーグにあって国家間の問題を国際法に基づいて裁定する常設仲裁裁判所に15件の申し立てを行ったが、仲裁裁判所は7月に九段線も含めて中国側の主張を全面的に否定し、中国が領海権を主張する法的根拠はないとの判断を示している。さらに、中国が埋め立てによって造成している人工島は岩礁で、島ではなく岩であるか、低潮高地と呼ばれる満潮時には、海面下に沈む土地であるため、これらの人工島には、200海里の排他的経済水域、EEZ は生じないとの判断も示された。しかし、2016年6月30日に、フィリピン大統領に就任した、フィリピンのトランプことロドリゴ・ドゥテルテは、中国寄りの言動を見せ、中国に対して、譲歩はしないと言いつつも、仲裁裁定への言及を避け続けており、棚上げされた状況が現在も継続している。その後、アメリカ海軍は南シナ海に空母打撃群を派遣して演習を展開するなどして、中国への牽制を強めるほか、オバマ政権時代の2015年10月27日に、アメリカ海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級イージス駆逐艦ラッセンを、スビショウの12海里以内を航行させた航行の自由作戦を継続していた。今回の護衛艦の南シナ海における日本版航行の自由作戦の活動について、日本政府は、護衛艦の航行はあくまで公海上であり、何一つ問題にはならないとの立場をとっている。さらに関係者によると、防衛省では南シナ海において海上自衛隊護衛艦が航行の自由作戦を展開することについて、国際法を無視し、それを歪める中国に対しては、航行の自由を求め、南シナ海において国際法を遵守し、平和と秩序を守るように、警告として意味があるとして、今後も継続する意向を示しているという。これまで、日本政府は、アメリカによる、航行の自由作戦の実施を支持することを表明はしていたものの、中国との関係とその関係悪化を懸念する自由民主党内の親中国派議員への配慮から、作戦への表立った参加表明は言ってこなかった。航行の自由作戦、ONOP とは、アメリカ国防総省と国務省が共同で海洋において、国際法に違反する主張をしている国に対して実施するプログラムの一環であり、その役割分担は、国務省が外交ルートから該当国に抗議を行い、その後に国防総省が海軍艦艇または航空機を当該海域に派遣することになっている。このプログラムは、アメリカが国際法に違反する国の主張を一切認めないとの意思を明確に示すことが目的で、世界で紛争が発生した場合に、自軍を速やかに展開するために、必要な海域の航行権を明らかにしておくことである。世界の警察を自負するアメリカは、どんな遠方の紛争においても、速やかに軍を展開して対応する体制が整えられているが、もし、航行の自由作戦を実施せずにいれば、国際法を守らない国の主張を認めたことになり、いざという時に航行することができない可能性が生じるのだ。中国に対して、南シナ海や台湾海峡において、航行の自由作戦を繰り返し実施しているのはそのためであり、これは、たとえ、同盟国が
相手でも実施されていることは意外と知られていない。実は日本に対しても航行の自由作戦が実施されていて、2020年12月にアメリカ海軍の補給艦アライ・シェパードによって対馬海峡で行われている。これは対馬か九州北岸の領海を示す基準線について、日本が引いた基準線をアメリカが問題視したためとされ、このようにアメリカは自国海軍艦艇の航行に支障があると判断した海域において、その通行権を確保するため航行の自由作戦を常に実施しているのである。